ハルトン地域はカナダのウンタリオ州南西部に位置する地方行政区の一つ、ハルトン地方とも呼ぶ。1974年まではハルトン軍として知られた。グレータートロントの一部を形成している。2001年統計の人口は375,229万 5, 人であったが、2016年人口では548,435人まで増えており、 成長の早い地域となっている。南部のオークビルやバーリントンは人口密度も高く都市化されていたが、北部のミルトンは近年急速に開発が進んでいる。またハルトンヒルズは現在も自然が多い地域である。同地域の2001年から2006年まで人口増加率は17.1%と高い成長を見せており、1996年から2001年度では、 減少していたミルトンでは一転して増加率71.4%と劇的な増加を見せている。 h t t p s w w w 1 2 s t a t c a n g c s c n s u s r e c e n s e m e n t 2 0 1 6 d p p d p r o f e s s o r d e t a i l s p a g e c f m l a n g e a n d z i o 1 c d c o d 1>, 1イコール3524プチューにイコール PR コードにイコール35サーチテキストイコールハルトンサーチタイプイコールビギンズサーチプレイイコール0 1 PEG イコールオールタビットイコール1タイプイコール0センサスプロフィール2016センサスハルトンリージョナルミューニシパリティセンサスデビジョンオンタリオオンタリオプロビンス 2020年4月16日閲覧、ありがとうございます。